このピンチに活躍するヒーローっぷり。これからはマリ様とお呼び。お黙りなさい、この燃料タンクが。ちょっとどういう意味よ。そのまんまの意味だ、この赤いポリタンク。め、私の魔力は灯油じゃねえし。貴様などガソリン混ざらなくていいのか。ほらあるでしょ、ちゃんと。いや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 、ちょっと待てって。どうして隠すの。やっぱ私のおっぱいなんて見たくないぞ。私、正確には招待メンバーじゃないじゃん。だから脇で応援するぐらいがちょうどいい距離感かなって。ミニ3号招待。もちろん我々3人のことですわ。ウサギちゃんもラピスちゃんも確かにミニだけど、私はそこまで言うほどミニじゃないでしょ。ミニってそっちかー。では行きますわよ。まさか、二階堂、続きなさい。ウサギちゃんがダメなのに私が同じ手で行くわけ。よろしければどうぞ。おう、もらうぜ。ターゲットは貧乳派だわ。それも極度の。嬉しくない。あいつにもいろいろあるんだ。悪いやつじゃないから許してやってくれ。あんた何謝ってんの、バカじゃないの。私は魔女だよ、あんたたちの敵。あの女の反応が普通でしょうが。魔女だからって敵とは限らないだろう。こういうことよ。名前で呼び合うような仲なのよ。ねえタケル。くそ、やはり貴様というやつは見損なったぞ。魔女の誘惑に負けるとは。誤解だ、名前の方が呼びやすい。人を信じてんじゃないわよ、バカじゃないの。そんな調子じゃ私に寝首かかれても知らないわよ。何笑ってんの。タケルか。なんか武士っぽいね。よろしくね、タケル。おっていきなり呼び捨てか。草薙ってなんか可愛くないじゃん。まあいいけどよ。私のこともマリって呼んでいいよ。助かる、二階堂は呼びづらい。何がよ。出れるの。出れてねえし。ツンデレか、個性ないけどなかなかいいわ。貧乳いなかったし、うちの招待。よかったわね、仲間がいて。とにかく祝勝会だ。理事長のやり方が許せんからだ。貴様のようなしなびた魔女のためなわけないだろ。誰がしなびた魔女よ。しなびているではないか。胸のあたりが。しなびてないし、元から小さいだけだし。確かに小さいだでしょ。私の言った通り。言うなよ。やめろって。まさかお前ら酔っ払ってんのか。